多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優が最速最短で年商30億店舗数30兆を実現する実証されたノウハウをコンセプトに、のれん分け制度構築、FC 本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など、飲食店、整体院、美容院などの様々な店舗ビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。こんにちは、パーソナリティの田村陽太です。配信第87回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高木さん、はい、今日も頑張っていきましょう。はい、お願いします。はい、本日のテーマはこちらとなっております。社員に当事者意識を持ってもらう最適な方法を教えてくださいということなんですけど、はい、当事者意識というすごい硬い言葉ですけれども、これはどういうことなんでしょうか。いや、これは難しい問題ですよね。はい、まあ仕事を自分ごとって捉えてほしいんでしょうね。自分がこの仕事やってますよっていう、会社のためにやるよみたいな、そういうイメージですかね。まあだから会社のために仕事をしてるみたいな印象ってあるじゃないですか。はい、会社に言われてるからやるみたいな。でも多分そうじゃなくて、もう自分のためにやっているみたいなね。あ、そんなこうマインドになってほしいって、まあ、経営者の皆さん思いますよね。はい、あ、そうですね。社長の右腕みたいな感じですよね。店舗ビジネス研究所のリスナーさんが皆さん気になってることなんじゃないですか。これはまあ皆さん知りたいですよね。はい、はい、知りたいと思います。ぜひ高木さんからそのノウハウを、無料ですけれども、教えていただけたらと思いますけれども。いや、これはね、難しい問題で、はい、唯一の正解ってのはないと思うんですよ。あ、難しそうですね、これは。ただまあ基本的な考え方っていうのは私あると思っていて、はいはい、社員の方にとって、社員の方が自分のためにも仕事に対して当事者意識を持たなければいけないって、まあその理由をちゃんと教えていく必要があると思うんですよ。おお。だから例えばその当事者意識を持ってほしいと思うわけじゃないですか。まあそうですね、社長さんとしては。でこの時に、あの、多くの経営者とかマネージャーがどういうアプローチをするかなんですよね。あ、はいはい。どうしてると思います？いや、それはね、直接その人に言った方がいいんじゃないですか。俺の時はなと、若い頃はそうやって頑張って今の社長になったんだと、だから当事者意識持てよと、そういうふうに言うんじゃないですか。はい、それはもう田村さんの世代とかすごい嫌いそうなマネジメント方法じゃないですか。そうですね、うるせえって思っちゃうタイプですね。はい、違うでしょうか。それは良くないと思うんですよ。はい、でよくあるケースってやっぱりこう、はい、もっとね、当事者意識を持ってやりなさいみたいなね、言い方をするケース。はい、で俺の時は、俺が自分の若い時はこういう風にやってたんだみたいな、はいはい、語るケース、まあ、よくあると思うんですよ。ありますね。でもこれ私はあんまりおすすめしてないんですよね。おお。っていうのは、まあ、あくまでそれは会社とか経営者とかこうマネージャーから見たこう一方的なこうお話ですよね。ああ。だからその心には、いや、会社のためにあなたは当事者意識を持って働かなければいけないんだと、でやりなさいってだから言ってるわけですよ。はい、でもそのコミュニケーションは、もう僕があのスーパーバイザーをね、ずっとやってるって話はしてますけど、そうですね。そのやり口だとほとんど効果をなさないんですよね。ああ、そうなんですか、今までのご経験上。そうそう、だから、はい、自分のためにあなたはこうしなさいっていうコミュニケーションは基本的に、はい、あの効果が薄いんですよ。おお。でもそうじゃないですか。例えば、はい、あの、私にメリットがあるから田村さんこれやってって言われたら、はい、やりますって話になる。透けて見えるというか、いや、僕のこと考えてくれよって思いますね。そうそうそう、そうでしょ。はい、だからダメなんですよね。こちら側のね、視点だけで話をしても、相手はもうね、また言ってるよみたいな話で終わっちゃうわけじゃないですか。まあそうですね。だから、あの、そこをちゃんと踏まえて、当事者意識を持たなければならない理由っていうのを社員の方の立場で語るわけですよ。社員さんの視点で語る、これが大事ですよね。社員の方から見た時に、はい、その当事者意識を持たなければいけない理由を教えてあげるってことですよ。はは、確かにそういう、ね、視点で経営者の方が普段日頃の従業員さんの教育とか考えれてるのかなって、多分難しいですよね。なかなか考えられないかもしれないですね。これでもね、コミュニケーションの基本だと思っていて、自分が言いたいことを言う、だこれはもうあんまり効果を発揮しないわけですよ。おお。
だから相手の視点でね、社長が言ってることをやんないと私がやばいみたいなね、ああって感じるようなメッセージを投げかける、ああ必要があると思うんですよね。おこれ例えばなんですけど、例えば僕と高木さんでちょっとロープレイした時にどんな感じで語りかけるとかってあるんですか。例えば僕がペーペー従業員で高木さんが社長じゃないですか、うん、どんな感じで投げかける感じなんですか。うん、ああ、だからありますよ。はい、例えば僕とかが、はい、あの推奨しているコミュニケーション、まあ、推奨してるっていうか、まあ、私だったらこういうふうに伝えますねっていうのがあって、ほうほう、例えばだからその田村さんがね、はい、もう全然当事者意識持ってなくて、はい、超ペーペーなわけですよ、はい、でなんかもう会社がね、じゃあこれやってって言ったらもうそれだけちょこちょこってやって、ははもう自分で全然考えないわけですよ。おで本当に言われたことだけやってる状態だとするわけじゃないですか。はい、ダメですね。そう、ダメじゃないですか。はい、で僕だったらもうちょっとこう当事者意識持ってほしいなって思うわけですよ。まあそうでしょうね。でそういう時に私だったらまずあの今の時代背景みたいなものを語ると思うんですよね。おうっていうのは例えばですけど、僕あの会計ソフトフリー使ってるんですよ。あ、はいはい、フリーっていうのを使うとクレジットカードとかで物買ったら、はい、それがもう全部明細付きで勝手に読み込んでくれて、はいはい、で最初に教えとけば、はい、会計の処理してくれるじゃないですか。まあそうですね。だから記帳する作業っていうのがなくなっちゃったんですよね。ああ。で昔はね、それをそれこそパソコンがない時なんかこう手書きしてたわけじゃないですか。だからそこに事務員がいたわけですよね。ああ。こうレシートをちゃんと決められた通りにこう書く人。だけどそれは今あのうちの会社で言ったらこうフリーに置き換えられちゃったわけですよ。おお。だからその人ってもうだから仕事がなくなっちゃったわけですよね。まあそういうことですね。っていうふうに今どん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 こう技術がね、革新されていって、はい、まあ、ある種便利な時代になってきてますよね。まあそうですね。でもその裏には、まあ、今お話ししたような単純作業がなくなっていくみたいなね、側面もあるわけじゃないですか。そうですね。で単純作業をだからやってた人の仕事が失われていくっていうことでもあるわけですよね。はいはい。でこれはこういう流れっていうのは進んでいくよねと。で基本的にその機械に置き換えられる仕事って単純作業じゃないですか。そういったものでこうどんどん変わっていくわけですよね。あ、前にもねお話したかもしれないけど、スカイラークではね、あ、配膳ロボットを導入するとかね、だただ料理を運ぶ人っていうのもこう仕事を奪われていくわけじゃないですか。そうですね。この前脱線しますけど、猫ちゃんロボット来ましたよ、配膳に。そうですか。来ました。猫ちゃんロボットなんですね。あ、来ました来ました。取ってにゃみたいに言われて、あの取りましたよ、配膳。あ、いいじゃないですか。あ、こんな時代が来たんだと思って、僕どこの世界に迷い込んだんだろうみたいな感じになりましたね。そうそう、結局ただね料理を持っていく仕事っていうのはだからそうなっちゃうわけじゃないですか。でもだからこれって注意してね考えてみると、飲食店でだから働いてた人にとってみたらもう脅威ですよね。まあそうですね。仕事がだから奪われていく、はい、でこの先しかもそのねスピードはどんどん進んでいくのは間違いないわけですよ。おうおう。僕たちも働き方ってこう変えていく必要があると思っていて、こう機械で置き換えられるような仕事の仕方をしているといつその仕事を奪われるか分かんないわけですよね。そうですね。じゃあ僕たちはどうしなきゃいけないかって考えたら、こう機械じゃできないことをこうしていかなきゃいけないじゃないですか。まあそういうことですね。で機械でできないことって何なのかって言ったら、ああ、基本的にはその臨機応変な対応だったり、こう人だからこそねできる、だから配膳ロボットにできないことって言ったら、例えばお客さんに合わせたコミュニケーションとかね、お客さんのね痒いところに手が届くちょっとした提案とかなわけじゃないですか。まあそうですね。これはなかなか機械じゃできないじゃないですか。そうですね。でそういうことがだからできる人にならないと、僕たちはその仕事を奪われちゃうかもしれないですね。ああ、はい。だそのためにはやっぱ今自分に何ができるのかっていうのをちゃんと考えて、はあ、こう実践していかないとダメなんじゃないかってこう僕は思うわけですよ。ああ、やっぱそういう時代背景を考えてそれを従業員さんに伝えていくと、やっぱそれがやっぱ大事なんですね。そうそう。でも今みたいなお話すると、はい、分かります？私一切当事者意識を、ね、はい、会社のために持てなんていう言い方全くしないんですよ。確かに確かに。いつの間にかストーリーに引き込まれていったというか、あ、私もこういう風な時代にこう巻き込まれていくんだなみたいな、ちゃんと頑張んなきゃちょっと思いましたね。そう、だからそういう風に相手にその当事者意識を持って働かなきゃいけない理由に気がつかせる。で今のは本当一例で、はい、いろんなことあると思うんですよ。いろんなこう言い方があると思うんですね。はい、でこれはだから経営者がこう自分のねこうストーリーの中で自分のご経験の中でねこういうことから当事者意識持った方がいいんだってことがね僕はあると思うんですよ。あ、だからそれを相手に気がつかせてあげる。あ、
こういうやり方が大事だと思います。なんかこう時代背景も知りつつも自分自身のストーリーっていうのをこう語って相手に共感をするような話し方だみたいな、そこら辺はすごく大事なのかなと思いましたね。そうそう、だから相手がね、あの今のままで、で結局当事者意識を持って働かないとやばいって思わせなきゃいけないんですよ。でもいろいろありますよね。例えばアナっていう超優良企業、飛行機のアナだったじゃないですか、はい、はいはい、で超優良企業だったじゃないですか。まあそうですね。で今だいぶ持ち直してきてると思いますけど、はい、あのコロナがね発生した直後の時ってまあかなりひどい業績になってましたよね。 99% 以上多分ね、利用客が減少しているような状況だったと思うんで、給与は何割カットとか出向とかいろんなことあったじゃないですか、はい、でも5年前のアナって言ったらもう超優良企業でしたよね。まあ、CA さんね目指される方も多かったですしね、じゃないですか、はい、だけど一瞬にしてそんな状況になったわけですよ、はい、で僕はその時に見て思ったのは、どんな優良企業に入っても人生安泰なんてことはありえないんだってことを僕は感じたんですよ。 あの現状を見て、はい、でいきなり外に放り出されるリスクってあるじゃないですか。でその時に自分がね会社に言われたことしかできない人だったとしたら、はい、それで自分の家族とかね自分の人生守っていけんですかって僕は思ったわけですよ。あ、守れないと思うんですよ。まあそうですね。それこそその自分の仕事の仕方でこう価値を生み出して、はい、どんな会社にもあの人だったら来てほしいと思われるような人材にならないと自分の人生リスクにさらしてると思うんですよね。でそういう今環境変化が早い時代になってリスクのある時代になったわけじゃないですか。だから僕たちもやっぱりその意識を変えていく必要性っていうのがあるわけじゃないですか。そうですね、まあ、こんな言い方でもいいですよね。これで相手に今の働き方じゃまずいんだってことを気がつかせる。でそれは真実だと思うんですよ。しかも当事者意識は社員さんのためにも持った方がいいことは間違いないんで、はい、だそういうコミュニケーションのあり方を探求していくといいですよね。あ、やっぱそうですね。こうどうやったらこう従業員さんが話に共感できるかみたいな、そういうところもさらに踏み込んだコミュニケーションというか、それがすごい大事なのかなって聞いて思いましたね。いやそうなんですよね。だからもう本当に基本ですよね。相手の軸で語っていく、はい、だあなたにとってそうした方がいいんだっていうことですよね。あ、習慣になるぐらいやっぱ意識しないといけないですよね、はい、いやそうですね。いやいいこと聞きました、ありがとうございます。結構時間が近づいてきたんですけど、はい、ちょっと高木さんにですね、僕はこの日本の社会を変えてもらいたいと思って最後アドバイスいただきたいんですけど、はい、やっぱ当事者意識を持てない従業員さんってまだまだ多いなと思ってて、僕個人的には、はい、それよくあるのが、まあ、飲食店とかチェーンのレストラン行った時にすごい愛想ない接客とか、はい、もうなんかふてくされたような感じの接客サービスみたいな、なんかそれって当事者意識持ってないじゃないですか。こうなんか自分自身がこういい接客したらお客さんもついてきて、サービスがいいことによって自分自身の喜びになるみたいな、でいい循環になるのを止めてるわけじゃないですか、はい、高木さんがこう思うに、こう当事者意識を持っていけるような日本のお店とか飲食店が増えていくために、まず何から始めたらいいのかみたいな、高木さんがそれを変えてくれると僕は信じてるんですけど、どんな風にして進めていったらいいのかっていう壮大なちょっと質問なんですけど、教えていただきたいなっていうのはあるんですけど、まあね、あの、はい、一概に何か言えるもんじゃないですけど、はい、例えば、はい、そのムスッとしてね対応してるスタッフにもこう大切な人っていると思うんですよ。おう、だから家族とかね、はい、いるわけじゃないですか。まあそうでしょうね。でその人がね、じゃあそういう、こう家族と食事する時とかにもそういう態度なのかって言ったら、僕はねそうじゃないと思うんですよ。だけどなんかそのね、他の自分が仕事するってなるとそういう態度取っちゃってるわけじゃないですか。でそういう人にはまずその、ね、自分が大切な人がいた時にどういう対応をしてほしいのか、もしくはそのムスッとされた対応とかされた時にどう感じるのかみたいなことをちゃんとこう想像してもらう、例えば機会を提供して、ある種ね対人感受性ですよね、はいはい、人としてねそれは気持ちいいのかとか共感できるのかとか、そういう部分の話だと思うんですよね。例えばそういうことをちゃんとこう感じる場みたいなものを会社とかお店で用意してあげなきゃいけないですよね。だもしかしたらそもそも笑顔で接客しろとか、はい、そう会社の軸からだけで言われてるかもしれないですよね。確かにそうですね。だからそれは多分単純にそのコミュニケーションの量がもしかしたら足りないかもしれない。そういうコミュニケーションの場をちゃんと作って、で、まあ、今のも結局相手の立場ですよね。
うん、でこれでどんなの投げたら当たるかっていうのはもう正直やってみなきゃ分かんない、うん、あ、一発じゃ分かんないもんなんですね。やっぱそれはこれはね分かんないですよ。あ、 だけどオーソドックスに言ったら、はい、自分のね大切な人にそういう態度を取ってほしいなんて思ってる人はいないはずなんですよ。あ、だそういう考える場とかを提供するだけでだいぶ変わると思うんですよね。あ、だそういう努力を会社の経営者とかマネージャーってのはしていかなきゃいけないですよね。確かに笑顔するための接客マニュアルみたいなこう準備される企業さん多いですけど、そこじゃなくてまず1対1のこうコミュニケーションなんだっていうのがすごい強く分かりましたね、今聞いてて。いや、そうなんですよ。だからこのコミュニケーションのやり方は本当にね、僕も相当苦労したんですけど、これはでもねスーパーバイザーっていう仕事をやったから、はい、なんかもう習慣になってるわけですよ。あ、相手に合わせてそのためにはどういう言い方をしなきゃいけないのかみたいなことですね。でもそこをだから意識して、はい、こうかやっていくと、まあ、僕自身もやっぱりこうね意識していくといろんな気づきが未だにあるんで、はあ、まあ、なんかそんな感じでね、で結局それで気づいてもらったらその人も幸せになるわけじゃないですか。まあそうですね。でまあ、小さなことだと思うんですけど、そういったことの積み重ねで、でも変わっていくんじゃないですか。あ、一歩一歩がこう徐々にこう従業員さんの気持ちも変わっていってね、それがさらにこういいお店になっていくみたいな、それいい循環になりそうですよね。はい、わかりました。ありがとうございます。本日は社員さんに当事者意識を持ってもらうための方法について教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。